皆さんこんにちは、ナビゲーターの武井宏奈です。スタイリストの大山俊です。はい、ということで、はい、今日のテーマは、はい、今日のテーマはですね、僕の方から武井宏奈さんに質問をするという形に、逆質問パターンですね。お、来ましたね、この形、はい、この形、いつも口を滑らせていろいろ大丈夫ですかね。大丈夫です、今回はね、専門家としてお話を、はい、伺いたいなというところで、はい、女性目線の男性の好きなファッションを具体例を挙げていただきながら解説をしていただきたいなと思います。はい、はい、ということで、はい、私事前にそうですね、宿題という形で、はい、ホームページ見て、はい、コーディネートを探してきました、はい、でまずその感想なんですけど、全体の感想ですかね。全体の感想、はいはい、とにかく探すのが大変だった。あ、それはご自身が見て素敵だなと思う方の写真を探すのが、あ、そうですか、おしゃれじゃないってことですか、皆さん。おしゃれなんですけど、うん、そのおしゃれな中でも、はい、女性が見て分かりやすくて、あ、この人素敵だなって思えて、うん、ファッションセンスもあるっていう、はい、この3つが揃った写真を探すのが、うん、難しかったですね。難しかったんですよ、とにかく。そうなんですね、うん、なんかね、多分おしゃれなんだろうけど、うん、私たちには分からないっていうおしゃれさちょっと難易度が高いというか、センスが良すぎるものが圧倒的に世の中の写真としては多いですよね。そうなんですよ、その中でも頑張って厳選して、はい、探してきました。なるほどね、はい、結構10個ぐらい見ました、ショップのサイト。例えばどんなものがありました。この中で出てくる、いつも出てくるような、イナイテッドアローズグリーンレーベル、普通のイナイテッド、茶色い方の茶色い方、ね、イナイテッドアローズもありましたし、はい、あと、ここではあまり馴染みないかもしれませんが、はい、アダム・エロペとか、あと買ってた、ちょっと年代がずれちゃうかもしれない、ハレって分かります。ハレ、ありますあります、はい、とか、あとグローバルマークとか、ナノ、ね、ユニバース、トゥモローランド、エディフィス、なんとかなんとかとか言って、いろいろ結構そうですね、見ましたね、見ましたよ、本当に。ご苦労様でした、はい、はい、ありがとうございます。ということで、その中でじゃあ気に入ったものを、じゃあ2パターンぐらいですかね、はい、はい、ご案内していただきたいなと思います、はい、進めてください。じゃあまず多形的ベスト1位、ベスト1、はい、タラララララララ、じゃん、ドンとこれ多分ここに見えない、写真真ん中にね、出てるはずなので、出てます、はい、大山俊さんに見ていただきたいと思いますが、はい、こんな感じです。ちょっと解説しま す、 しましょうか、はい、朝の紺色のワイシャツですかね、シャツ、シャツですね、ブルーシャツに、はい、下、白い T シャツを着て、ベージュですかね、これ結構薄めのライトベージュですよね、のチノパンを履いていて、はいはい、下はこれはコンバース、コンバースですね、コンバースのスニーカーを履いているというスタイルです、かなりシンプル、シンプルですね、ですよね、多分、こんなんでいいのと、もしかしたら思ったのか、いやいや、かっこいいと思いますよ、思われる方もね、これでおしゃれって言えるのと思った方もいるかもしれないですが、割とこのスタイルって、この YouTube でもご紹介していたりとか、はい、もちろんメンズファッションスクールでもご紹介しているようなシンプルなスタイリングだと思うんですが、やっぱりここで紹介しているものって女性でも分かりやすい男性のおしゃれなんだなっていうのを改めてすごい感じたですよ。そう、それは嬉しいなと個人的には思いますけど、実際にそのメンズファッションスクールってものを展開していて、そこでおすすめの商品だとか、はい、こういうコーディネートがおすすめですよっていうのを具体例出そうと思って写真探してると、先ほど武井さんがおっしゃったように、ないんですよね。そうですよね、ドンズバのこれが王道でやってもらいたいですよってスタイルが少なくて、やっぱり凝りすぎちゃっているんですよね、はい、これはちなみにどこのブランドですか。これはですね、ナノユニバースというブランドです。ね、なんか僕の中では、ナノユニバースって僕もすごい好きな時期があって、学生の頃ですね。あ、ですよね、はい、20歳前後の時にすんごいよく着ていたブランドなんですね。でもやっぱりそのイメージがあって、僕ら30代40代だとナノユニバースってちょっと若いのかなっていうイメージがあるんですけど、そんなことないですよね、スタイリングって。そうなんですよ、もう今言ったような中だと、一番やっぱりナノユニバースが女性目線を意識した、シンプルなスタイリングだったなって本当に感じて、で今なんかやってますよね、大人のカジュアルかなんかそういうテーマで、なんて言うんでしょう、そのただのワイシャツでも、
カットっていうんですか、うんうん、その形をすごいこだわっていたりとか、はいはい、その休日にリラックスして着れるようなアイテムっていうのをすごい中心に、うん、あの特集していたりとかするので、うん、本当にあのまま参考になる。そうですね、ちょっとコンセプトが変わったのかなという感じは思っていて、うんうん、ロゴも変わったんですよね、この数年で。そうなんですか、はい、だいぶ方向性変えてるのかなと思っていて、うんうん、僕らがナノユーバース好きだった時代よりは割と30代40代向けのちょっとこう正統派な感じで、しかも女性が見て素敵に見えるようなものを最近押し出しているようなイメージが僕の中にはあって、やっぱりこうメンズファッションスクールの中でも探している画像はナノユニバースすごいいっぱいあるので、そうそうそう、さすがそこら辺がリンクしたなと思って、面白いなと思ったんですけどね。でしかもこの、ナノユニバースさんで洋服を着て写真を撮られている方ってモデルさんじゃなくて、はいはい、本当にその辺のお店の店員さんみたいな、スタッフなんですよね。だからそういう意味でも親しみが湧くというか、そうですね、そこでね、なんかお店によってモデルさん全然違かったりするんですよ。そうですよね、うん、ユナイテッドアローズといったらこのモデルさんよく出てくるとか、やっぱり特徴がそのお店とリンクするようなモデル選びしてるんですけど、そこがあえてショップのスタッフの方っていうところでリアリティがあるっていうところがすごくナノユニバースさんはうまいなと思うので、すごく参考になると思いますよね。ぜひもうこのままね、いいですよね。本当に女性は嬉しいんじゃないかなと思いますね。でもう一枚持ってきたのは、はい、これはこれもナノユニバース。おお、すごい。なんかバックで繋がってるんじゃないですかね。ナノユニバースさん。繋がってるのかな。全然ないです。仕事で使うこと僕もたまにありますけども、うん、オンラインで使うことの方が最近多いですね。あ、そうなんですね、うん、そうそう、ゾゾタウンだとかで画像検索してると、うんうん、もう長いバスが出ることが圧倒的に多いので、はい、そこは力入れてるなって気はしますけど ね、はい、でまさにこれも本当に素敵なスタイル、はい、今ちょうど真ん中に出てますかね。はい、遠山氏がこちらです。はいはいはい、僕はちょっと解説しますね。はい、とこれはT シャツですね。丸首の T シャツなんですが、うん、色は、まあ、オリーブといいますかカーキのような色合いですね、うん、はい、でショートパンツ、うん、これはネイビーですね、うん、ショートパンツなんですね。そうなんです。意外、なんか女性というと、うん、ショートパンツ苦手な方も多いのかなっていうイメージは僕の中ではあったので、うんうん、どうですかそれは。一周回った分最初ショートパンツ、はい、吐き出した頃、男性が吐き出した頃って、うわ男性がショートパンツ履くなんて変なの、うん、ってきっとそうです、ね、大半の女性が思っていたと思うんですが、うん、もうここへ来て、はい、ショートパンツいいかもっていう風はかなり感じますね。それはいつぐらいからですか。もう去年とか、あ、去年ぐらいから、とか分かんない、分かったけど、まあ、そうですね、ようやく浸透してきたってことですね。はい、私自身がショートパンツすごく魅力的に感じるんですよ、ね、そうなんですね、うん、まあ、やっぱりちょっと選び方を工夫しなければいけない部分っていうのはあると思うんですけど、うん、はいはい、まあ、YouTube でね、親御さんも、はい、解説下にリンクを貼ってしてくださってるようなので、はい、うん、そちらを見ていただければいいかなと思うんですが、まあ、その選び方さえ間違わなければ本当に大人カジュアルというか、うんうん、上品なスタイルが出来上がるので、はい、ハーフパンツは結構好感度高い。そうですね、その選び方次第ですよね、うん、丈がこう中途半端な七分とか、そうそうそうあとカーゴパンツっぽいなんかゴリゴリいろいろついてるやつとか、はい、うんうん、そういうのはなくて、これはね、ネイビーなのかブラックなのか、はい、本当にシンプルなもので、丈の長さも膝上5センチぐらいの感じなの で、ね、はい、あの短すぎない、うん、最近トレンドとしてはもっと短いんですよね、うん、あれなんかちょっと怖くないですか、なんか、あ、なんか見えそうな感じがして短い方が確かに気持ちは分かって涼しいし、ちょっとこの間感じには見えるんですけど、ちょっと女性化の視点だとなんかやりすぎだなというか、そうみんなのやり場に困っちゃう。そうそう、長さ的にはこれぐらいが理想的ですよね。ここに出てる写真をぜひ参考に、はい、そうですね、あと T シャツの色もポイントですよね。うん、そうですね、はい、このただ の、 その、まあ、白と黒ではなくて、うん、まあ、グリーンというオリーブ色っていうんですかね、そうそうそう、あとこれもおしゃれな、そうですね、ですよね、うん、ちょっと解説をすると、うん、その夏場ってもう着用する点数が少ないので、うんうんうん、その中で、まあ、いかにこうおしゃれに見せるのかっていうところがテーマになってくると思うんですけど、白 T シャツだと、うん、まあ、おしゃれに着こなすのが若干難しいんですね、うん、ちょっと下着感というか、あ、そうか
た。なんか1枚だけじゃシンプルになりすぎてしまって、はい、そこで丸首の T シャツで色で遊ぶっていうところで、うん、このようなねオリーブ色っていうのはおしゃれ上級者の方がよくやるものなんですけど、うん、パンツがネイビーなので、割と誰でも似合いやすいかなと思うので、そうですね、うん、そう思います、うん、トライしやすいですね、うん、確かに T シャツの色選びも難しいですよね、うん、難しいですね。奇抜なものになってしまうじゃないですか、はいはい、赤とか黄色とか、うん、黒白コーンベージュ、うん、グレー、この辺やめると何色選んでいいか分からないっていうね。そう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 、オリーブすごくいいですよ、うん、これすごく、はい、あの大人っぽくていいと思います。そうそうそう、ぜひぜひって感じですね、はいはい、でもう一つ、うん、最後にこれもおしゃれに感じるんだけどちょっと上級者向けなのかなというスタイリングを一つ、うん、持ってきました、はい、これはユナイテッドアローズグリーンレーベルのファッションスタイリングなんですけれども、うん、おしゃれです。おしゃれですよね、可愛、はい、いなと思ったんですけど、うんうん、はい、なんかこれ難しいのかなって、うん、難しいですね。どうですか、小山俊さん的に。まあ、解説すると、そうですね、これはシャツは、うん、コットンなのかな、うん、ちょっとこれはグリーンの中でも綺麗な感じの色 で、ね、差し色としてはすごく素敵かなと思うんですね、うんうん、下に T シャツちょっとワイド大きめのサイズ感のものを、うんうん、着ていて、パンツはチノパンみたいなものをロールアップして着てるという感じですね、うん、ちょっと淡い色のトーンのコーディネートで、ええ、ね、これ多分春先かなんかのコーディネートだったと思います、ね、はいはい、おしゃれですね、はい、うん、ただ、はい、これを、おしゃれ初心者の方が着るとなると、はい、ただこうちょっと緩いサイズの合っていない服を着ているように見えてしまうのかなと感じたんですよね、うんうん、と思いますよ、うん、この方写真のモデルの方というのかスタッフの方か分かんないですけど、やっぱりちょっと個性的で眼鏡だとかヒゲだとか、うんうん、そういう、こう雰囲気がある方、その方がこれを着ることでこのスタイルがマッチするんですけど、うんうん、ここが一般の方でそういう癖がない形の方が着るとこの服の個性に負けてしまって馴染まないってことがあるかなと思うので、まあ、ちょっと上級者向けのコーディネートかなっていう気はしますね。なるほど、はい、そう、こんな感じで、あのおしゃれなんですけど、はい、スタイリングこれ難しいな自分がやったらとか、うんうん、男性がやったら難しいなっていうコーディネートが本当にインターネットの中にたくさんあるから、シンプルでかっこよくておしゃれなスタイリングを探すっていう方が難しいですよね。激ムズだと思います。それは僕自身がもうずっとメンズファッションスクールでやってきてるから、いやなかなかないなっていうのがあって、うん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 、難しさを感じますね、うん、まあその中でも、ナノユニバースをぜひ参考に。そうですね、本当 ZOZO のナノユニバースのページはぜひ見てもらいたいなと思いますね、うんうん、あとユニクロのそのスタイル、うんうん、あ、そうですね、ブックっていうコーナーがあるので、うん、はいはい、そこもまた合わせはしやすいかなと思うので、うんうん、その2つを見ておくとすごくいいような気はしますけど ね、はい、なんか今回ナノユニバース推しな動画になりました ね、そうですね、なんか改めてすごく注目していて、うん、セレクトショップの中って、まあ、いろんな価格帯があるんですが、うん、ナノユニバース結構ねお手頃なんですよね。ああ、そうかもしれないですね、はい、価格帯を抑えていて、うん、それでいてモデルの方というか、まあ、着てる状態もすごく分かりやすいので、うん、非常に参考になると思いますので、うん、いろんなところにお店もありますから、ね、はい、そうそうそう、見ていただくといいかなと思いますね、はい、見てください、はい、あとはですね、もっとファッションについて詳しく学びたいという方は、はい、メンズファッションスクールをぜひぜひ見ていただきたいなと思って、先ほど言ったようなおすすめのコーディネートとか、そうですね、本当いろんなサイトから画像を持ってきて、これ超大変ですよ実際、今度先ほど言ったようにね、そう、探す手間が省けると思ったら、はい、そうそうそう、メンズファッションスクール見ていただいたら一番いいですよ、うん、途中まで無料で見れますから、うん、そういったものを見ていただきながら、そうそうそう、こういう感じでこのサイトには割と載ってるんだなっていうのを参考するのもいいと思うので、うんうん、初月100円なので、うん、初月だけ使い放題やって、うん、解約すれば OK なのでよかったらそんな使い方もして、作ってる方針がいっちゃって、まあそれも一つの手ですよ、うん、いいと思いますよ、まあ、本当でもそれだけね、はい、情報が多くて、うん、自分に合ったものを探すの大変なことなので、大変な時代、そうそうそう、うん、その入り口のエッセンスを見てもらうだけでもいいかなと思うの で、うん、よかったら使ってみてください。ぜひぜひ下に URL 貼っておきますので、はい、はい、ということで今回もお届けしました最強の服選び、次回もお楽しみに。